大須2丁目の戸建ての物件をご紹介いたします。平成24年築の戸建てなんでとても綺麗です。まずは外観からいきます。とても綺麗な、外観となっております。でこちらが駐車スペースとなっております。でこちらが玄関になります。以上で外観の方終わります。続いて中の方を撮影したいと思います。じゃあこちら1階になります。こちらが玄関となります。玄関を入って、正面に、階段がありまして、そこを右に曲がった右側に、リビングがあります。14畳の広さとなっております。はい。でこちらがキッチンになります。キッチンスペースはとても大きいです。広いですね。で、こちらが、水回りとなっております。こちらがガスコンロとなっております。新しい家なので、とても綺麗です。続きまして、こちらが、バスルームと洗面所になります。洗面所もとても、綺麗になってます。でこちらがバスルームになります。大きさも程よい大きさで、とても綺麗な、バスルームです。で、こちらが、トイレになります。こちらもトイレも、とても綺麗です。でこちらがウォッシュレット付き、トイレとなっております。以上で1階の撮影を終わります。続いて2階の方撮影したいと思います。こちら2階になります。2階上がってすぐの、ドアを開けたところに、トイレがあります。でこちらが、7.5 畳のちょっと大きめのお部屋洋室となっております。でこちらが、6.25 畳のお部屋となっております。収納スペースもちゃんとあります。で 6.25 畳の隣に、5畳のちょっと小さめのお部屋がありまして、こちらから上に、小屋根裏の、収納スペースがあります。で、こちら結構収納スペースというか、もう、ちょっと人が寝れるくらいのそこそこ大きい広さとなっております。全体的に平成24年築の、お家なので、とても、綺麗な作りとなっております。以上で、大須2丁目の戸建ての物件のご紹介を終わりにします。